どうも、アイリスメジャーネオです。どうも、アイリスメジャーネオです。登録者何人ですか今？え、登録者何人なんですか？175万人すごすぎこの見た目の175万人すごあれやな。いや、マジでわからん。なんかアップルに関わってそうな顔しとる。あ、だからジョブズ感あるわ。ここ引っ張って2つ置いていくんで、なんかどれ悩んでるかな。というわけでね、学祭といえばね、はい、言わずもがなね、はい、理系注文というね。できるんすか、おじいさん。お前インテグラル最近めちゃくちゃ勉強してるで。俺おじいさんになって俺区分給席聞くのめちゃくちゃ勉強してるで今短大数学二次試験2021年度勉強してました。昨日夜勉強してた。え、今おいくつなんですか、ちなみに。今82。82で区分給席学んでるおじいちゃんおらんやろ。全然ニューロン若いでニューロンで言葉しとるで、神経細胞。おい、はい、というわけで今回やりたい企画は、帰ってきた理系注文、反応が老人メイクして理系注文したら反対性どういう反応するのか。これ絶対気づかんだよ。いや、気づかん。で、気づいたとしてもこれ絶対聞けへんから、もう、まあ、もう変な人やと思うから。まあそりゃそうやな。でも普通にフラグフルト1個くださいはバレへんのかな。絶対バレへん。あ、それ絶対バレへんから。100%バレへん。そうやな。俺でも聞かれる気がする。それは理系注文したらちょっとうんとはなると思う。うんとはなるな、確かに。そうしたらちょっともう畳みかけていくわ。あ、オッケーオッケーオッケー。あんなにこういうやつおるやろ、こういう企画やってるアホがおったやろあれ孫なんやそれやって、それ絶対やって。あれ孫じゃわしの。絶対やって、それ。はい、というわけでやっていきたいと思います。メガイトパトロールズ老害の大きな。学祭のね、会場に来ました。まだね、人はまばらのようですね。よし、じゃあ行きまーす。じゃあ唐揚げ屋に行きたいと思います。よし、唐揚げ屋に。円周率の小数第9位はかな。あー、こんにちは。これ唐揚げ娘。ええー、ええー、ね。一カップ200円。うわ、でもバレてない、バレてない。じゃあ、あの唐揚げを円周率のあの小数点第9位の数だけください。ええか。これエグい空気になってる。3は3カップですか、3個ですか。あー、3カップ、3カップ3カップ。あー、そう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 、すごい。でも、このスピードで答えれたんや、半大生、すごい。お題いくらや、これ。合計600円。600円やで、ありがとうね。あー、お気に。うわ、でも全然バレてない。すごいな、特殊メイク。香川県民の讃岐うどんです。うどん、お野菜がうまそうやな、これ、めちゃくちゃ。あすごい。あ、すごい。半大生。あ、そうです。わしも40年前に卒業して半大を。あ、そうなんですね。40年前に卒業は草。君ら何学部？基礎工学部です。わしは理学部。あ、理学部の。物理。物理。本当かな？本当かな？理学部。いや、バレとるバレとる。だから、しっぽくうどんを700円。インテグラル0から2杯のサインシータ T シータ5ください。やべ、おかしい。もう0個やん。もう今のあの視聴者のために訂正してること、多分おそらく0から π って言いたかったんでしょうね。インテグラル0から2杯のサインシータ T シータ5ください。やべ、おかしい。全員ちゃん1個で。あ、ほう、ありがとうございます。いや、半大生レベル高いね、やっぱ。僕いっぱいあります。 OB として嬉しいね。マジ鼻高い。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。え、誰？なお花子さん。誰？違うな、平沢。私、平沢。写真撮ってもらいますか。写真バレとるやないかい。意外とみんな分かるもんな。分かるね。困ったな。うどんももうそっぱりしたからね。あ、餃子やで。
うまそうやな。餃子美味しそうね。じゃあ餃子を、はい、マイナス E のアイパイ状をください。意見がいません、この作品は。文系なの。じゃあね、10の0条項で1個で。かしこまりました。はいはい、ありがとうございます。本当にご注文いただけますか。はい、もちろんですよ。あ、はい、いただきます。めっちゃ気使われとるやん、学生に。あのおさんですか、もしかして。あ、私はあの、孫か。孫。花おじさん、もうバレとるやん、もう。あ、おきにね。いつも見てます。あ、おきに。お孫さんにお伝えください、いつも見てます。あ、おきに、孫も喜ぶわ。お箸を持っておいて。お箸いただきます。お箸いただきます。ああ、見られとる。怖い言われてる。怖いわ、わしが怖いわ、そんなの。ちょっとね、まあ、引き続きちょっと一回じゃ縁日行ってみようかな。あの彼はなんか挨拶してくるんだけど、誰だろう。縁日行ってみようかな。気づいてますね。あれ、高めだ。ああ、そうなんだ。取れたか多分薄い。取れたかっていうことは知ってるよね。いや、なんかそうですね。え、後ろ姿でも気づきました。まあ、気づいたってことはいいんですか。気づいてしなくていいんですか。ああ。半大生の実力が見たいということで、ちょっと二項定理の問題次出しますわ。カッコ1たす X の4乗の X 3乗の係数は。ああ、陰キャオタクブラスバンドやって。陰キャオタクって何なの。陰キャオタクが集まってブラスバンドを演奏しようというサークルで、でも音楽かけてめちゃくちゃなんか派手やで。はい、派手なバンドやけどな、賑やかやな。でもじゃあ何をカッコ1たす X の4乗の X の3乗の係数の数もらおうかな。X の3乗文系と文系。X 3乗のケースやね。 X の3乗のケース。あの、あれ二項定理やな、これな。もう解説しだしてる。やっぱ抜き打ちで出されたら結構びっくりするよな、さすがに。三乗のケースやねんな。なんぼやなんぼや、ジョーちゃんなんぼや。今やったらそれな、答えたらもう倍払うで。二項定理ですよ。4乗4乗うわっ、そうや、そうや、そうや、すやすやすや。ようやったな、ジョーちゃんも。ありがとうございます。お支払っていただけるということで、4000円となります。4000円お計算できとるか、それは。あんたお前1000円で2倍だから4000円。あ、そうなんや。あ、もうええよ、別に。それがカレーも4ですか。カレー、あ、カレーはええよ、別に。小麦粉が好きなんや。カレー1個と何4個もらおうか。カレー1個と、カレーは1個でええ。カレー1個でええ。ほな、ほな、ありがとうございます。あ、お気に、お気に。あ、難しいやね。はい。何学部ですか。僕、基礎校のシステム科だった。あ、そうか、それは。え、そう、今何年なの。まあ、1回です。まあ、1回生。あ、それはもう、ね。これ何してんのこれ。ストラックアウト。ストラックアウト。え、じゃあちょっとやらせてもらおうかな。あ、いいですか、1回100円なんです。あ、1回か、じゃあ。じゃあね、初校2の、はい、コーヒー2分の1の無限逃避急須の輪の数だけやりたい。いや、いや、ちょ、ペロ君やばいぞ、やばいぞ。俺、文系だから。文系、ちょっと基礎怖いからな。いや、基礎怖いです。ちょっと半大生の株落ちるで、これ。大丈夫。2ですか。あ、ちゃうで、ちゃうで。ちゃうで。これ公式やったやろ、これ公式。ありましたね。うん、やったやろ、これ。あ、4回ですか。あ、そう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 。素晴らしい、よーやった。まあ、1分はかかったな。初号2分の1、頭皮2分の1の無限頭皮球数の輪の数だけください。はい、1です、はい。また来ましたよ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、じゃあもう一回やるからね。はい、よく聞いてね。はい、じゃあフランクフルトはね、リミット X を0に近づけた時の、はい、X 分の E の X 乗引く1。さあ、頑張れ頑張れ、犯罪生、これね。無限じゃないですか。あ、違う。おっとおっと、危ないぞ。落ち着け。1本ですか。正解。あー、よかったよかった。
ません、ケチャップとマスタードの量を。あ、もうほい、もう無限大にかけてくれ。無限大にかけてくれ。マシマシでいいです。マシマシでかけてくれ、もう。だから操作されてゼロに禁止できると思うんで。あ、そうなんや、実質ゼロなんや。実質ゼロ。ゼロカロリーなんや、これな。そういうことです。あ、おおきに、ありがとうな。また来てください。ありがとうに、おおきに、おおきに。合わせいかがですか。あ、こんにちは。あ、これ何、これ何部。これウィングサーフィングですね。じゃあチョコを、はい、あれや、リミット X が0の X 分の 3X。 あ、1個でお願いします。こんにちは。びっくりしました。いや、めっちゃびっくりしましたね。あ、どうしようかな。ついでに、抹茶もじゃインテグラル0から1の X3 乗 DX で4分の1個。あ、4分4分の1、抹茶4分の1個で、抹茶4分の1個通るんや。昔なんか大昔なんやけど、はい、やってらっしゃったんですよね。あ、わしもこれね、首相とかやってらっしゃった気するで。じゃあメープルももらおうかな。フッ素の電気陰性どこ一旦行ってほしい。あ、オッケー。じゃあメープルはな、はい、あのフッ素の電気陰性どこください。フッ素の電気陰性どこ。電気陰性でな、1個ですか。あー、違うで、ね、これ電源から言われとんねん。いや、ここから電源が言えって言うとるやん。運動できてもな、勉強できんかったらクソなんや言うとるで。OB が言うとる。4ですか。あ、4や、そう、4。これ、工学覚えてないダメなんですか。それはもう、そそうじゃ、そそう。え、あ、あ、ま、孫や、それ、孫。今それ、ま、鼻はわしの孫。孫ガチですか。ガチ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 。ほんまですか。うん、いい、握手してください。あ、OK。 はい、というわけで、最後にいきなり告知させてもらうんですけれども、なんとこの度、まあ、花尾念願および積分サークルのメンバーたちがですね、グランサガというね、超絶豪華な RPG のニュージェネレーションアンバサダーに就任させてもらうことが決まりました。ありがとうございます。いや、もうマジでこのね、グランサガっていうアプリなんですけれども、まあ、普通の RPG とはわけが違くて、もうほんまにね、声優陣がこれまでに類を見ないほどの、まあ、豪華布陣で、角と飛車しかいないみたいな感じですね。あの、将棋で言うと。うん。例えば誰がいるかっていうと、花江夏樹さんでしょ、梶裕貴さんでしょ、津田部純一さんでしょ、沢城みゆきさんでしょ、井上菊子さんでしょ、井上まりなさんでしょ、結城葵さんでしょ、杉田智和さんでしょ。っていう感じで、もう、なんかもう、全員知ってるやん、みたいな。もう全員知ってる。で、まあ、その、アンバサダー就任を記念してですね、なんと、LINE のオープンチャットができます。はい。で、これは何かっていうとですね、まあ、LINE でオープンチャットっていう、まあ、なんか、誰でも彼でも入ってこれて会話ができるね、そういうシステムがあるんですけども、そこに、もう、花尾伝願と、スキサーのメンバーたちも入って、まあ、なんか自由に会話ができるっていうね。なんか、ま、メンバーシップみたいな感じ。で、基本的にはもうフリーにね、何でも会話してもらって、盛り上げてもらったらいいと思うんですけども、まあ、僕たちと、ま、会話してくれる人は、その LINE チャット入ってください。で、さらに、まあ、11月中の、まあ、どっかの日、まあ、ちょっとテロップに出してると思うんですけども、まあ、この日に、オープンチャット限定の、YouTube 生放送も予定してますので、まあ、そういう意味でも、LINE チャット、入ってみてください。概要欄からね、入れると思います。で、これからね、アンバサダーの告知、年末にかけてね、ちょこちょこあると思うんですけれども、皆さんね、一緒に LINE チャットを盛り上げてください。はい、というわけで、今日の動画はこれで終わります。バイバーイ。